27歳の会社員です。場合によります。全然動きがない人とかだったらちょっとどう思ってんだろうって思うんで、ちょっと仕掛けたりします。ちょっと引いてみるとか。18歳大学生できないです。自分の LINE とかを友達に相談したりすることもあるんですけど、そういう時にポンポン答えてくれるのがやっぱすごいなって思います。返信の仕方とかを、あ、こう送ればみたいな、たまに聞いたらすごいちゃんと答えてくれるのですごいなって。あんまり自分から積極的に行かないようにする。駆け引き苦手なんで、もうめんどくさいと思っちゃいます。自分に脈ありかどうかを確かめるのに、ネットとかで調べた言葉とか、なんか質問とかをそのまま聞いてみたりとかしてます。LINE の返しとか、相手が遅かったらちょっと遅くしたりとかしちゃうかもしれない。ペース合わせちゃうかもしれない。全然しない。結構みんな平和な感じでやってます。気ありそうでないみたいな素振りを見せる。しないです。めんどくさいんで。LINE じゃないですかね。あえて返信しないとか、あえて引くみたいな、自分から行き過ぎないみたいな、こうしてんのはいるかな。めっちゃ子供っぽいですけど、なんかすぐに LINE 返さないとか、なかなか予定合わせられないみたいなのを演出したりとか。